奥に行けないんだ。ん？フレイムグレース場所か。ああ、司教様が来る、教会の関係者が来るってことか。来てるんだ。なんと荘厳ですな。聖火の導きに従ったおかげですよ。罪人すらその地で罪をあがないば羽ばたける鳥となる。貴欲の教えをこの赤き大聖堂に込めました。まったく言葉もありません。先ほどのお話です。働き手として貴欲の者を派遣しましょう。難儀でしょう、駐屯地の再建は。タイタス殿、感謝する。まあいいように転がっちゃったな、ちょっとね。しかし不運な事故でしたね。不運な事故。ええ、まったく不運でした。なんだ、司教もなんか含みがあるような感じだ。ところで落成式の日、教皇はお見え。やっぱり落成式でいいんだね。いえ、教皇はご多忙で。ほう、欠席と。私が開く式典とご存知の上で。やっぱすごいな、高圧的に行くね、タイタスさん。うん、ではこれにて。特に名言を避けたね、司教は頭がいい。まあ今は良い。ベルノートめ、そろそろ奴の罪を血で贖わなければ。ああ、狙われちゃうんだな。まあでもいつでもね、こっちが僕らがね、守れるわけじゃないからね。ありがとう。出て行った子か、まあ、ボロボロのところに住んでる。でも、いいえ、記憶に変われたのか。カリスマとなって、うん、なってほしいね、対抗する組織に。はい。ユルゲンだ。いかなる時にも希望はあるね。これが絶望に変わりそうでとても怖いね、とても怖い。本当ですか、隣友らしき人が肥沃と。ああ、ベルノート、隣友ちゃんと別れたのか。彼女が貴族の家に嫁ぐと聞き。それを信じたのか。まあ、都合のいいことはね、信じたくなるものだよね、人間は。リンユが嘘を、なぜ。考えればわかるだろう、そんなの。どこに行ったのか教えてください。北東の雪山だ。早く行ってやれ、今日は吹雪いてる。雪山にいるね。あんた、ベルノートと一緒に来たんだろう。そうだよ。頼む、あいつについて行ってやってくれ。
任しといて。そりゃそうだよ。ありがとう。帰ってきたらおごるぜ。一番いいのは多分。あいつは暗くて影のあるやつだけど。悪口言ってるじゃないか。リンユちゃんといるときは幸せそうに笑ってたんだ、うんうん、昔罪人だったかどうか知らねえけどよ、幸せに生きることまで罪にはならねえだろう。まあ犯した罪にもよるんじゃないかな。あいつを頼んだ。わあもう現場じゃんここ。わあここボスでしょこれ。私はこれから殺されるのですね。貴様はベルノートを飼いならすための餌。奴が逆らった今、不要となった。私にとって彼はかけがえのない人。見知らぬ街で戸惑う私を優しく受け入れてくれました。奴のために自ら非欲に身売りして、誰にも知られないうちに殺されましたか。安い命だ。いや、素晴らしい命だよ。そうは思いません。何？彼が意味をくれた命です。私が死ぬ意味も彼のために、あなたにも大切な人がいるのでしょう。声の奥の響きが優しいもの。どうかその人を大切にしてくださいね。邪魔れ！逆上するよね、そんなこと言われたらね。普通にこれ殴ったのか、叩いたのか。邪魔れ！一体何なんだった？お前は奴が俺たちを裏切った。だからお前は罰として死ぬ。見せしめなんだよ、うんうん、罪には罰が必要なんだ。さあお前たち、タイタス様の命令だ。この女を好きにいたぶってから殺せ。こんな寒いところで？何？うん、なんだなんだ？この、この煙じゃないけど、このモヤが関係あるのか？女を見失っただと？失敗したらどうなるか分かっているな。探せ！そうか、もともと目が見えないから今のが大丈夫だったのかな。ものすごい猛吹雪が今来たってこと？視界を奪う。では救出に行こう。この上か。いた。あなたたち来てくれたんですね。まあそれはね。リンユーを買ったのはタイタスです、うん、奴はあらゆる保険をかけていた。クソクソクソ！激しい。
リンユはこの先にいるはずです。うん、絶対に彼女を離すものか。よし行こう。よし、左が気になる。よしさて、もうボスだな。回復しといてまあこれがあるってことはね、ボスだから。よし行こう。はい、うわー、ギリ崖じゃん、ギリギリリンユ、ベルノ、リンユ大丈夫だ、まだ意識はある。皆さん、すぐに町へ。まあそうもいかないだろうね。そうはさせん。邪魔をするならお前もまとめて始末する。ユルゲン、まさかお前がだったらどうだと言うんだ。悪役だな。お前が先に裏切ったんだ。俺の大切な家族をお前のせいで失うところだった。タイタスを失脚させるためだったんだ。タイタス様は失望された。その報いを受けろ。一人残らず殺せ。必ず勝つ。うわうわうわ、ユルゲンも。オッケー、とりあえずはやるしかない。やっやっ、うまくいった。強い。おりゃ、これで俺がやる。君たち大丈夫かい。あぁ、あとは任せ。うわ、剣士か。あとはよろしくね。まあ、これくらいまで。あとは頼んだぜ。はい、していかないと。どうか交代。戦う。やっ。あ、ここおんのか。構成が交代しないで。それに準備してこう、ね。これでブレイクはできるかな。先行できないから。任せろ。あとは貴様のジャッジ。シールドクラッカー、任せるよ。うまくいった。握り。いや。貴様。うわ、強い強い強い。ターゲットは片方しか選べない。オッケーです。こっち倒さないと。これでもこっちをまずブレイクした方がいいから。難しいな。アテナ任せ。好きにしろ。あいや、よろしくね。おりゃ、貴様。すごくやばいな。多分これはやるでしょう。で、だって斧か剣を使う。交代したいところだが、これは行くしかない。ここは交代する。うまいものをご所望か。ガーッ。よし、これでいこう。せい、焦らず直していこう。あとは頼んだぜ。オッケー。
仕上げだな。うわ、するから。よしよしよし。刻み時だな。これはね、ちょっと難しいんだが。あと。カッ。投げるよ。どうよ。毒食らっちゃうからね。攻めるなら今だ。全交代。おやるぞ。あ、サミタリア。あとは。サミタリア。あとはよろしくね。ここが弱そうだね。握る。どこから調理してやろうか。ごめん、テオ君もう一回全体治療する。よし、任せろ。報酬ははずなよ。シールドクラック、焦らず直していこう。ストールストール、やるぞ。へい、あとは任せ。好きにしろ。任せるよ。あとは頼むぜ。仕上げだな。機会を逃すな。ちょっとね、ピオルちゃんの気力値がえぐい威力だからやりたいんだが、バックスタブは閉めて、バックスタブする。シールドキャップ。報酬は弾めよ。やつ。はぁ。つ。めちゃくちゃな感じに。くっ！バックスタブ！叩っける！みじん切り！よし、まぁ、ブーストシャンプーしたんだ。どこから調理してやろうか。はい。これだ。なんだと。早いね。好きにしろ。あとはよろしくね。まあこれくらいはね。おりゃ。隙が見えるぞ。はい。全員これで締められるから大丈夫。ガーム。あとは任せる。任せるよ。これで決める。ちょっとね。よし。エルノート。本当に気絶してただけの。いやー、この崖怖いな。リンユ、すまなかった。こんなに辛い思いを。どんな病も治す薬を作れ。夢を語るあなたの弾んだ声が大好きだった。だからあなたに自由に生きてほしかったの。違う、リンユ。違うんだよ。私の夢は他の誰のためでもない。君に美しい世界を見せたかったから。ごめん、リンユ。もう話さない。ベルノート。わかりました。私はどこまでもついていきます。
私の薬は多くの人を殺めました。そしてタイタスが持つ限り脅威であり続ける、うん、難しい。でももう私は逃げます。利己主義者と呼ばれてもいい。私には凛雄しかいない。彼女を守ることで私の器は精一杯です。それでいいと思うよ。逃げられるところはね、逃げた方がいい。私は罪を背負っていきます。そんなことが許されるとでも。まあユルゲン君はね、そうは許せないよね。貴様だけ去ってそれで幸せになれるわけがない。俺や俺の家族はこの町の人間はどうだ。今さらそんなことできるはずないだろうが。うわ、リユ？この高さなら死んだな。お前だって逆の立場ならやっただろ。これが罰だよ、お前の罪の。逃げた。嘘だ、リユ、リユ。ベルノートが自らの幸せを選んだ瞬間、それは雪の中に消えていった。彼はかつて彼女が持っていた、ん？違う。彼はかつて彼女が待っていた自宅に帰る。その足取りは重く、魂が逃げているかのようだった。ああ、皆さん。どうもこんにちは。あれ、どうしたの？よかったら夕食を食べていきませんか？あ、これ昔の回想か。びっくりした。リンユーが腕によりをかけてご飯を作ってくれましたから。彼女のシチューはフロストランド1ですからね。リンユー、リンユー、皆さんがお越しになってくれたよ。おーい、リンユー。あれ、何？え、今のは昔の回想だよね。あれ、昔の回想でいいんだよね、今のはね。別にあのね、凛優ちゃんの死体をさ、ここ拾ってきてあそこに座らせてさ、あの心が壊れちゃったとかそういうことじゃないよね。はい、というわけで、権力を極めし者第2章、お疲れ様でした。いや、 やっぱ崖はね怖かったよね。崖は怖かった。まあなる未来もね、まあ、見えてたところだったんだけど、まあちょっとね、守りきれませんでしたね。まあ、せっかくね逃げるっていう、まあ、それも勇気ある決断をねしたのに、こんな風になって残念ですが、はい。ちょっとだけ見とこうか、続きだけね。第3章ターン、これ大体こうなる。次回は、凛雄は、次回はというかね、第3章は、
リンユーはベルノートの目の前で谷底に突き落とされてしまった。一方、権力の象徴たるタイタスは計画を最終段階に進めていた。ここはレベル20だね、まだね。とだんだん周りがね、上がっていくんだよね。さっき16だったのがね、この名声を極めし者ね、僕が最初やるとか言ってたこの名声を極めし者がね、また16から18にね、変わってるから、だんだん、まあ、成長レベルが上がってきて、ちょうどいい感じにね、なります。いやー、そうか、あれは本当に死んじゃったんだね、リンユーは。じゃあ、なるほどね。はい、エマ、まあしょうがないって言ったらしょうがないけど、またね、続きをまた今度やっていきましょう。というわけで、この動画あのいいねと思った方は、まあ、高評価、チャンネルフォロー、違う、チャンネルフォローじゃないか高評価、グッドボタン、チャンネル登録、よかったらぜひよろしくお願いします。ツイッターもね、やってますので、概要欄に載せておきます。よかったらフォローよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。